おはようございます。2012年12月30日日曜日6時5分になりました。ということで、いよいよっていうか、今年最後の、日曜日なんじゃそりゃ、ですけれども、12月30日、さて、もう年の瀬も押し迫りというか、皆さんもお休みになって、帰省した、あるいは今帰省中というか帰省してる路中というか、渋滞の中にはまってる人もいるのかもしれませんけれども、さて、いかがでしょうか。ちょっとね、寒さが和らいだ感はあるんですけれども、いかがでしょうか。まあとはいえね、あっちゃこっちゃ昨日の夜あたりからなんか東北の方とか地震があったりとか結構してますけれども、大丈夫でしょうか。さてさて、今日は IT メディアニュースから見ていきたいと思います。ピックアップするのはこちら。中国政府、ネットの実名利用を義務付ける決定ということで、ついにというか、中国のですね、全国人民代表大会常務委員会っていうやつでですね、オンライン上の個人情報及び公共の利益の保全を強化するという規定を可決したということで、これはですね、どうも法律と同じ効力を持つことで、でプロバイダーとかにですね、利用登録するときはもう実名で登録しなさいと。でそれで、またですね、プロバイダーの方も違法な書き込みとかあればですね、それを、削除する義務で、要は誰が書き込んだかっていうのを情報を持って、でそれでさらにそれをですね、削除する義務があるということになったそうです。ということでですね、これでそのネット上に広まるいろんな、そのなんていうんですかね、反体制的な意見とか、書き込みとかそういうものをですね、徹底的に追求するぞということになってきたということなんですね。まあある意味というか、なんかネットであってもそのとにかく好き勝手は許さないぞというその中国政府の表れなんですけれども、ただまあね、逆にその明確にそういうふうにこう文章として出してる、提示してる、でまたネット上の情報も検閲するぞって言ってやってるわけですから、まあ表立って言ってるっていう分だけはですね、ある意味フェアじゃないかという話もあるんですね。というのはその他の国とかはその検閲をしてたりチェックをしたり、あるいはあまりにもやばくねみたいな情報はですね、どんどん隠蔽したりとか勝手にこう消し込んだりとかしてたりとか、いろんなことがあるわけなんですけども、その辺がですね、表立ってこう出てこないわけですね。表向きには報道の自由だとか、主義主張の自由だとか、表現の自由だとか、いろんなことを言って、そういうのを保障しているように見えてですね、実は、違う点でこう、いろいろ検閲が入ってたりとか、Google 8部とか言われるようなことが起きたりとかですね、そういうなんて結構あるわけなんですよ。でそのアメリカとかでもね、その時々、なんか人種差別的な行動があったりするわけですけど、その、白人の警官が黒人のその、なんか暴行を加えてで逮捕してるみたいなのがあったりとか、そういうのが問題になりますけれども、そういうのに対するこうツイッターのつぶやきだとかね、そういうものが実はこう消えてたりとかですね、いつの間にかなくなっていたりとか、その特定の主義主張に対してやっぱりこう、
明らかに反社会的なのはあれなんですけど、その主義主張の部分に関してこう、消されてるとかいうのがあったりとか、実はあったりするんですけど、あまりね表立って出てこない、まあ出てこないように消してるわけなんですけども、で、ただでもそれがねあんまりこう言われてないんですけど、中国は逆にそういうことをやるぞとこう明文化して、でまたここでもこういうその実名、あくまでも実名でやれということで、でそういうふうにこう明文化して、でもってその義務付けるというスタイルに持っていくっていうことなんで、嫌だったらもう中国から出ていくという形になるわけですね。まあそのあたりは、なんていうか、ある意味すごいことを決定するし、でもってそれを堂々と言ってやってるっていうのはすごいなという感じはしますけどね。まあただこういうなんで、どんどんそのいろんな意見を抑え込もうとしてる中国っていうのは、果たしてどこまでその対応していけるのか、これだけねインターネットが広まって、でさらに、VPN とかを使ってですね、アメリカ経由でアクセスしてる人たちも多いという話もあるんで、でそういった中で果たしてどういうふうにそのあたり制限できるのかどうなのか、なかなかこれは微妙なところになってくるんじゃないかなという気はしますけれども、さあこういうものが今後中国のインターネット利用に、どのように影響してくるのか、いろんな問題を抱えている中国なんですけども、どうなってくるんでしょうかね。さて、そんなところでもう6時12分になりました。もう12月30日です。明日はいよいよ大晦日ですけれども、その年越しの準備はいかがでしょうかということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。